今回はこちらの、ホンダシビック FK7 というモデルでしょうか、マニュアル6速車のお車に前回 SR7GU というシートを装着させていただきましたが、約、半年後にスポーツ JC SE というモデルにお買い替えをいただきました。今ちょっとガタつきありますけど、リクライニングのスイッチが上にあります。これは、ここに動きですか？そうですね、下に押してもらうと起きる方ですね。あ、起きる方ですね。これが寝る方ですね。まだ反応してない。 ETC カードが挿入されていません。あ、逆でしたね。ちょっとタイムラグがあるんで、ちょっと鈍い。わざと遅らしてんだろうな、多分安全のために。で、この今のリクライニングスイッチなんですけど、はい、例えばどっかのパーキングでちょっと眠いから寝るかと倒すときに10秒以上押しちゃうと安全装置が働いて動かなくなっちゃいます。あ、そうなんですか？シート自体が。あ、そうなんですか？で、それの解除の時、これです。そうですね。10秒は押しそうな感じはしますね。するんですけどね。で、解除一緒に5秒ずつ下に押してください。両方のスイッチを5秒ずつ下に押すと、はい、で、これ説明書でちゃんと書いてあるんですけど、はい、あ、大事ですね。一応動かなくなっちゃったよって慌てるよりはそうですね、はい、これがあるっていうのを頭に入れといてもらった方が、はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。また連絡くださいね。ということで、再度、調整にお越しいただいたときに多少シートの不良箇所が発見されましたので、レカロに依頼して、部品の交換という流れとなりました。ということで、レカロシートのご用命はぜひジェットセットに。